だ5000兆円国債出しても大丈夫ですって、そういう言い方でした。はい、皆様お疲れ様です。タコベースへようこそ。このチャンネルはですね、政治系チャンネルでもないですし、あと僕も特に、政治好きでもないんですけれども、このとにかくこう世の中に嘘がはびこるのがもう大嫌いでして、その嘘がですね、世の中が良くなるのを邪魔する嘘だと、なおさら黙ってられないわけですよね。ということで今日は高橋陽一氏と常念司氏に気をつけよう、MMT5000 兆円デマということで、お送りします。高橋さんと、常念さん、日本に、はびこる財政破綻論という嘘をですね、叩いてくれるのは非常にいいところなんですけれども、一方でお二人の MMT 現代貨幣理論への批判というのはまた別のね、悪質な嘘をずっとばらまき続けていて、最近こういう話に興味持った人が多く騙されてますし、そして政治への影響もあるので、看過できないわけですね。 MMT は王様は裸だとばらしたという動画の中で、MMT はそれが広まると立場上ね、都合悪くなる人がわんさか出てくるので、それであちこちから叩かれまくってるという話をしました。立場上都合悪くなる人っていうのは池上彰さんとかね、辛坊治郎さんとかね、そういう財政破綻論者だけではなくて、高橋陽一さんとかね、常念司さんのような、政権に近いリフレ派の経済学者や経済評論家もそうで、むしろ実際の政策が至らなかった部分がね、バレてしまうリフレ派の方が意固地になってね、敵対心を燃やしたり、以前のね、持論をしれっと曲げたりしてるのが実情です。まず今回は高橋さんと常念さんが MMT の話をねするときに、よく出てくる、5000兆円デマの話に絞って、事実関係をね整理して、明らかにしておきたいと思います。 MMT をね知らなくても誰にでも分かる話ですからね。こういう簡単なね、論点の嘘ほど、多くの人にその入り口でね誤解させることになるので問題なんですよね。 MMT っていうのはね通説にそぐわない理論なので、批判されまくるのはね仕方ないことなんですけれども、このお二人のこの5000兆円の話というのは、これは批判ではなくて、わら人形論法を使った奇弁、すなわちごまかしであって、デマ、イチャモン、誹謗中傷の類のものなんですね。わら人形論法、ストローマン論法というのは、ある人の主張を歪めて引用して、でその歪められた主張に対して攻撃するという奇弁術ですね。一般的に直接議論が、では勝てない人が陰口的に使うことによって、相手を不当に貶めることによって、自分が不当に信用を勝ち取るという、そういう汚い手口です。非常に悪質で、これ普通は学者とかが使えば逆に信用をなくすものなんですけどね。こういうね、卑怯な手を使う言論人っていうのは、右であろうが左であろうが中道であろうが、思いっきり軽蔑しますよ。少し前に、カリンゴンという嘘の嫌いな緑の宇宙怪獣がね上げてくれた動画で、まだその奇弁に国会議員、平正明さんですか、まんまと引っかかってる動画を見て、これはあかんなと思ってたんですけれども、この動画知らない人はリンク貼ってますので、また後で見てください。でちょうどその動画を見たすぐ後に、そこら辺にねいそうな関西弁をしゃべるおっさんの姿に変装したカリンゴンさんに会う機会がありまして、こんな幼稚な嘘をですね信じる人がまだいるんですねと、なんとかせなきませんねと、
言うてたところ、その高橋陽一さんが自分のね YouTube チャンネルを立ち上げられて、で、そこでさらに高橋ワールド全開の、まあ、立ちの悪い MMT 批判をね繰り広げられてました。もうね、それ見て、堪忍袋の尾が切れたっていうやつですね。まあ、内閣参与という責任ある立場になられた方の発言として、非常に問題だということでの批判動画になりますので、一般的なね動画引用の条件というのを考慮した上で、高橋陽一チャンネルの映像を一部引用させていただきます。元動画のリンクは概要欄に貼ってます。MMT っていうのがよくわからないんですけど、うん、教えてもらえますか？私わかんないけど。だってマネタリーモダンポリシーっていうのの略で、はい、マネタリーとモダンっていうのとセオリーっていうのの、はい、MMT っていうんだけど、当初はね、まあいろんな人がいろんなこと言ってるんだけど、日本でこれ言ってる人たちは、財政出動いくらでもしても大丈夫ですっていうのは言いましたね。で、いくらでもっていうのは、ある人はね、はい、5000兆円も出しても大丈夫ですという言い方をした。5000兆円出しても財政は大丈夫です。だから5000兆円国債出しても大丈夫ですって、そういう言い方をした。何にも問題は起こりませんっていう言い方をした。なんでですか？だから、それは違うでしょうと。私なんか、実は、こういう理論について、5000兆円国債出したら、インフレ率がどのくらいになるかとか、そういうのは結構計算できるところなんでね。そうすると、もう、間違いなくものすごいインフレになるから、それはまずいでしょうと。だから、5000兆円はまずいでしょうと言ったら、いや、大丈夫なんですっていうのが MMT の言ってる人だ。最初ね、言ってる人たちだ。5000兆円国債出します。日銀が5000兆円分を引き受けます。そう。っていうこと。そう。それでも、まあ、その人たちは実はそれでインフレ率がどうなるかって実は考えないで言ってたってことなんだよね。へえ。私なんかは5000兆円国債出してインフレ率がもう何十パーセントになりますよというのは具体的に言ってる方なんだけどね。だからそれはいくらなんでも狂乱物価見なくなってひどいでしょと、という言い方をしてる人なんだ。そしてもうそうじゃないんだって言うんだけど、まあ MMT 言ってる人ってはっきり言うと土文系でね、計算ができない人多いんだよ。そうだ、本当本当。だから数字的な話は苦手なの。はい、知ってる人はもう寒って感じで、もうここだけで、高橋陽一さんの、まあ、人間性を疑う内容だったと思います。5000兆円っていうね、金額以外はもう全部嘘と言っていいですよね。そもそも5000兆円のね国債を一気に発行して、それをそのまま財政出動するなんていう話は、まあ、高橋陽一さんの作り話ですし、インフレ率なんかね気にするに決まってるでしょ。インフレ率こそが財政を考える上の制約であるんですからね。今の映像では誰が言ったか名前は伏せられていましたが、カリンゴンさんの反論動画の元動画では、名前出されてました。中野って呼び捨てで、日本へのね MMT の伝道師と言っていいでしょう。中野たけしさんのことですね。はい。で、この5000兆円の話というのはですね、まあ去年2019年4月22日に自民党の安藤博士議員が主催された日本の未来を考える勉強会の会合で、中野たけしさんのね MMT 講義が行われた時の取材に基づく朝日新聞の記事が発端なんです。日付は5月7日ですね。 MMT に気をつけろ、財務省が異端理論に警戒警報という記事で、ここに MMT の考え方は事実に基づいており、日本政府の借金が仮に5000兆円になったとしても全く問題ないと言い切ったとありますね。これ後に書いてあるように、5000兆円は国内総生産 GDP との比率で、世界最悪の水準と言われる今の日本の借金のざっと5倍に上るという脅しも書いてあります。さすが財政破綻論の新聞ですね。はい。まあ朝日だけじゃないですけどね。まあね、国債の債務残高なんてね、もうこの40年で100倍以上にもなってるんで、もう普通に考えればそのうち5倍ぐらいにはなるのはもうおかしな話じゃないですからね。むしろそうなるのが自然です。そしてこれは民間の借金とは違って国民が税金で返す必要のない債務残高ですからね。そして同じ日、まあ、数時間後の高橋陽一氏のツイッターです。はい、この記事に反応して、多分そう、5000兆円も国債発行し日銀が買い取ったらインフレ目標をはるかに超えてしまう、 MMT はインフレ目標を無視なんだよな、数量的議論ができないと Z の、まあ、Z で財務省ですねの思うツボになると、はい、
まあ、財務省の思うつぼになってるの誰やという話ですけども、まあ、それは置いといて、これ以降あのリフレ派のね、常念司氏とあと田中秀富氏も5000兆円で騒ぎ出します。このツイートちょっとよく見てみると、まあ、この初めからこうねじ曲がってますよね。朝日の、ね、記事のここだけを切り取ったとしてもですね、常識的に考えてそのうち政府債務残高が仮に5000兆円に到達しても問題ないという記事なのに、一気に5000兆円の国債を発行するというとんでも話にでっち上げられてるんですよね。5000兆円ですよ。今の一般会計予算の約50年分の国債を一気に発行して何すんねんと。ですのでその場合のインフレ率云々以前の前提条件からしてもねじ曲げられてるんですよ。そして、この5000兆円騒ぎに言及した当時の中野武さんの記事があります。はい、ベストタイムの記事ですね。読みますよ。景気が悪化する中、朝日新聞が MMT を極論と断定しましたという中野武さんの記事ですね。2019年の5月20日です。はい、まあ、よっぽど気に食わないのでしょうねということで、朝日新聞の原誠編集委員がまた、MMT 現代貨幣理論をめった切りにしていますと。はい、この原誠さんってあれですね、もうすごくこうきつい、財政破綻論者ですからね、もちろん MMT をめった切りにするわけですよね。で、ここからしましょうか。はい、原氏は MMT は自国通貨を発行できる政府は通貨を際限なく発行できるから財政赤字の大きさは問題ないという主張だと言っています。これはまあ間違いではありませんね。確かに MMT によれば自国通貨を発行できる政府にとって財政赤字の問題は大きさではありませんね。はい、財政赤字の問題はインフレ率です。はい、ここ重要ですね。はい、で、つまり高インフレになってしまったら財政赤字は過剰、逆にデフレになってしまったら財政赤字は過小ということになります。日本はデフレなので、日本の財政赤字は過小ということになります。政府債務が1000兆円になろうが、GDP 比で、政府債務残高が 240% になろうが、デフレであるうちは財政赤字は過小なのです。はい、じゃあ政府債務が5000兆円になったら。はい、そう聞かれたら MMT はこう答えるでしょう。全く問題ないですよ、高インフレでない限りはね。ところがそう答えると、へえ、5000兆円でも問題ないんだって、いいこと聞いちゃったとか言いふらす生意気な小学生みたいなのが大人でもいるので困ったものです。繰り返しますが、円を発行できる日本政府の円建て国債はデフォルトしないので、財政赤字の大きさ、まあ、金額ですねを問題にしても意味がない。大きいか小さいかはインフレ率で判断するしかないのです、ということですね。はい、これ MMT をね知ってる人にはもう非常に初歩的な論点なんですけれども、ここですね、本当に大事なところで、ま、なので繰り返されてますけれども、財政赤字の問題は大きさではないと。はい、財政赤字の問題はインフレ率ですということです。はい、あとこの記事以外にもこの当時のね一連の中野さんのベストタイムの記事へのリンクも貼っときますので、また見てください。はい、5000兆円という数字が新聞記事に出た意味が分かりましたね。財政を考える上での制約というのは政府債務残高の大きさ、まあ、金額ではないんだよ、インフレ率なんだよという話は、この朝日の笠井記者も当日の講義をね聞いて理解してるはずですけれども、この5000兆円という数字のインパクトが大きいので記者として書きたかったのか、まあ、それとも上からの要請でこういう記述になったのか、まあ、それは分かりません。これはね、まあ、インフレ率
を目安にしてコントロールするんだよということは、記事、新聞記事のねちょっと下の方に、まあ、書いてくれてはいるんですけどね、はい、この件については、まあ、MMT を攻撃するネタが何かないものかと思っていた高橋陽一氏が、一般人が誤解する可能性のある記事、まあ、この5000兆円の数字を強調する記事はこれはうまく使えるなと、まあ、判断したということでしょう。当時ね、ツイッターなどではボロックスを言われながらも、約1年半後も、まあ、先ほどの YouTube 動画のように MMT 論者は何の制約もなしに今財政出動をいくらでもね、しても大丈夫と言ってる人だという嘘まで、ばらまいてるわけですね。去年のね5月にももう池田信夫さんね、まあ、この人はリフレー派でも MMT 派でもありませんけれども、高橋陽一さんに関するツイートの流れで、まあ、こういうねツイートもされてるんですけどね。他方で MMT を批判する人も論文も読まないで財政赤字を無限に出してもいいというとんでも理論などと藁人形を批判する、そんな経済理論あるわけないだろうってほんまにその通りです。はい、どうでしたか。新聞記事を使った藁人形論法による詭弁だということが分かっていただけましたでしょうか。インフレ率を考慮するということは新聞記事にも書いてありますし、そして一気に5000兆円の国債を発行するという話にしただけでも新聞記事のねじ曲げでもありますし、何の制約もなしに財政出動をいくらでもしていいなんていうのももう全くの大嘘です。 MMT を極論であるというね、イメージ作りのためだけではなく、こいつらの言ってる財政出動は危ないですよっていうね、そういうイメージ付けもね狙ってるんだろうと思います。そういうイメージ付けができれば、まあ、リフレ派にとっても財務省にとっても都合がねいい部分ですよね。それはまた押さえておかないといけないのは、そもそもこれ中野武史さんと直接会話したというね、ことでもなく、中野さんが書いた書籍や記事への反応でもなく、朝日新聞の記事に対する反応なんですよね。あとその後中野さんへの確認も何もなされてないということは、中野さんのその後のね、記事を見ても明らかですよね。5000兆円はまずいでしょと言ったら、いや大丈夫なんですっていうのが MMT の言ってる人だ。こんなね、この論点について直接話したかのようなね話し方をするのも、まあまあ高橋さんらしいなと。高橋陽一氏と常念司氏は藁人形論法による詭弁によって、まあ他人をね攻撃することがすごくこう多いので、普段から今のは藁人形じゃないのか、その人は本当にそのことを言ったのかというところは疑ってかかる必要があります。こういうのはですね、リアルな社会でも問題なのに、どんどん拡散力のね、強くなっていくネット社会で、この言論人が平然と使う状態というのはね、もうこれは許してはいけないと思います。そして今の日本ではね、そんなもん経済学派のプライドとかね、こだわってる場合じゃないんですよ。リフレ派は金融政策では成果も出しましたけれども、財政政策の消極性っていうのは、そこを財務省にうまく利用されました。ついでに私なんかは5000兆円国債出してインフレ率がもう何十パーセントになりますよというのは具体的に言ってる方なんだけどね、まあ、先ほども言いましたけれども、一気に5000兆円国債発行するなんていうのは高橋さん の, 空想話なので、その時のインフレ率を具体的にどうこうっていうのはね、もうちょっともう意味のない話なんですが、せっかく計算されたようなので突っ込んでおきます。インフレ率ね、何十パーセントになりますと言われてます。しかし去年の5月には 1000% になるとある記事に書かれてました。でその時池田信夫さんに、どういう計算で 1000% になるのかわからないと突っ込まれてましたね。ここね、その突っ込みがあったから今小さくされてるんですかね。ぜひそれぞれの計算過程を教えてください。おまけに、まあ MMT 言ってる人ってはっきり言うと土分系でね、計算ができない人多いんだよ。本当本当。だから数字的な話じゃ苦手なの。そんなに、文系をディスって、きっついマウント取られるなら言わせてもらいますけれども、カリンゴンさんも僕も国立の理系なんですが、まあ、そこそこ数学勉強してきて経済政策にも割と興味あって、で
何年も高橋陽一さんの発言を聞いてきた人、まあ、そんな感じの人が高橋さんを数字に強い人だと評価したり、発言にね一貫性があって信憑性のある人だというそういうふうに思っている人っていうのはいないんじゃないですか。そしてもっと基本的なところですけど、理系の人間ってもっと真実とかね、論理的な思考とか議論とかね、そういうのを大事にするやと思うんですよ。あと MMT は数式がないから議論できないというのはね、お得意のなんていうか論点ずらしの逃げ口上をねおっしゃってますけれども、 MMT の基本的な部分っていうのは事実を簡潔に述べただけであって、具体的な経済政策っていうのはその先の話なんですね。まあそこを分かっておられるからこそのその逃げ口上なんでしょうけどね。まあ、理系といえばですね、こちらの、小野誠二さん、もともと素粒子の分野の研究者で、その後日本経済復活の会を立ち上げられて、経済政策を研究しておられる方ですが、もちろん MMT をね認められてまして、ちょうどね、三橋貴明さんのチャンネルでマクロ経済モデルを使ったシミュレーション結果をね公表されたところです。これですね、もうかなり気分が明るくなる動画ですので、皆さんもですね、その経済政策に関する科学的なアプローチっていうのをぜひ見ていただきたいと思います。まあ、高橋陽一さんもですね、今だけ金だけ自分だけということで、まあ、意固地になるのではなくて、日本国日本人のための経済政策、まあ、まさに形成催眠の、ね、観点で、考えていただければと思います。はい、今日はこのくらいにしといたるわということで、またね、高橋さんの動画の後半の部分についてのツッコミ動画をね、作りたいと思いますので、ちょっとお待ちください。それでは皆さん、ごきげんよう。ほな、さいなら。